こんにちは、さゆたかさん、はい、阪神がやっぱ9月の状態が非常にいいですね。いや、いいっていうかさ、予想分かってるよな。もう言うな言うな言わない方がいい。そうですね、前の動画見てくれた人は分かってると思うけど、はい、言うな言うな。だから俺がなんか変なこと言うと、うん、お前が言うから、ね、もうすぐ人のせいにするから、まあ、これは言わない。調子いいよな。調子いいな。調子いいですよ。そのセ・リーグ6チームの中で非常に一番調子がいいのかなって思えるぐらい、はいはい、バランスがいいかなっていうような感じがするな。まあ、ピッチャーに関して言えば偏りの使い方っていうか、もうこれはもうしょうがないんだけど、もうこの時期になってくるとね、はい、まあ石井と、うん、キリシキの瞬フル回転でお前大丈夫か、朝起きれるかみたいな。そうですよね、うん、まあそんな感じまでなってるけどもね、うん、まあだけどよく頑張ってるよね。そうですよね、はい、あとやっぱり打線が非常に活気づいている、はい、どうだろう。まあやっぱりどうしても言われるのが、打点とかがこうトップ5にこの選手たち入ってるっていう、得点圏な、得点圏で、はい、って言われる名前の選手たち、もちろんクリーンアップの選手、近本選手もそうなんですが、忘れてはいけないのが前川右京選手の存在。一時期調子悪かったんだよ。島田が出たりだとか、はい、井上とかね、はい、まあ、井上は左の時に出てたけども、うん、前があってすんなり来なかったんだけども、はい、ここに来てす調子上げてきたな。上げてきました。で俺も一番近本中野、うん、まあ、これはいいだろうと、うん、で近本に至っては前の試合5打国らってて、はい、次の日開けたら4打点とかさ、うんうんうん、もう全然安定してるなみたいな、はい、であの森下ね、うん、まあ、いいと。で大山も頑張って、うん、里輝いいんじゃないか、はい、まあ、この5人ぐらいでいいかなと思ってたけど、うん、欲を書くともう一人欲しいなと思ってたら前が来たね。来ましたね。来たね。来ました。現在、まあ、9月なんですけれども打率が2割9分6厘、はい、8月はやっぱ2割3分2厘とちょっと落としてたんですけれども、はい、やっぱり6月7月は2割7分1厘2割6分9、はい、キュウリンと、はい、いいんですよね。いや、今年すごく、いや、昨日の試合でも、はい、ヤクルト戦月曜日ですね、はい、初回満塁どうなるかと思ったら、はい、間がよく取ったなって取りましたね。フェンス、いや、フェンス当たりながら、はい、よく取った。あれなんていうキャッチか知ってる？なんでこう出てグローブが出そうになってる、コーンキャッチっていう。なんでですか？アメリカの食べ物で、うん、だからこういう風な食べ物あるでしょ。ああのスイートボールがついてるみたいな。そう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 、うんうんうん、ああいうのコーン、コーンキャッチっていう。あ、そうなんですね。いやー、よく取ったな。で決勝点が犠牲フライ、はい、犠牲フライ。あれあそこに技術が詰まってるの分かる？どういうことですか？よーく見てごらん。ちょっと詰まって打ってるから。詰まって打ってる、うん、あれが意識的にできてるんだったらすごいよ。わざと詰まらせるように打ってるってことですか？うん、芯だとライナー気味になったりだとか、はい、ちょっと詰まらせてセンターに持ってってるんだよ、うん、無理して引っ張ってないんだよ。それが意図してできていたとしたら、いやーすごいバッターだな。いや、この前笑ったのがさ、前川代打、はい、里輝が打ったんだよ、うんうん、あの広島戦でな、はい、島内からライト前に。で里輝が一塁でこうやってやってるの、カモメのこれですね。あのさ、うん、誰も見てない。いや、代打前側を見てるんだよ、みんなベンチで。あ、そうなんだ。あれみたいな、サトテル一人で浮いてたけど、みんな横顔なんだよ。カメラがセンターから抜いたら、そしたら前側出てきて、 あそこで貴重なフォアボール取って、はい、満塁にしたんだよ。そこから逆転劇が始まるんだけど。そうですよね。存在感たるや、はい、今はもうなくせないな。いや、そうですよね。で今年3年目で、もう智弁学園から阪神にということで。いや、もう智弁学園から入ってきた時にルーキーのインタビューがあったんだよ、はい、あの鳴尾浜かな。話を聞いたら、いや、この子はしっかりしてるなと思いながら、うん、でバッティング見たら、この子は出てくるわと思って、うん、そしたら広島の田村、はい、あ、これは双璧だなとか思って。ああ、2人、はい、これは2人はすごいぞとか思ってたら、うん、前側が抜けたな。抜けましたね。バッティングで繋ぐバッティングというか、こう拾ったりとかすくったりとか、技術がすごいなと思って見てるんですけれども、そのバッティングセンスっていうのはどうなんですか？いや、下半身の座りがいいな。下半身、うん、下半身が崩れない、開かない、はい、サトテルがホームラン打った後続いた時なんか見事だよ。2人続きましたね。見事サトテルがフォークホームラン打ってんだよね、はい、次もまっすぐ狙って打ってんだよ多分。
いやよく見てるし、やっぱクレーバーなんだよね、頭もいいんだと思うよ、うん、で俺が忘れもしない、うん、みんながこう引っ張ってどうのこうのしてた時に、ずっとズルズルで行ってて、先取点取れないんだよ、うん、で何戦やったあれ、8月ぐらいだったと思うけども、はい、ランナーセカンドに置いて進塁打を引っ張りに行くかなと思ったら、うん、追っつけていったんだよ、先取点取りに、うん、これ引っ張ったら絶対ねダメだって、このピッチャーはっていう、うん、分かってて引っ張らずに向こうに打った時が多分あったんだよね、はい、で前側に聞いたんだよ、その後に豊さん直接ですか、そうそうそう、はい、現場に行くことがあったから、うん、前側あの時お前引っ張る気持ちあったかって言うから、うん、ニコッとするから、うん、あれ普通だったら進塁打考えるよねって言われて、いや考えますと、はい、考えてたけど逆に追っつけたよねって、うん、あれなんでって聞いたら、いや引っ張ったらやっぱ危険だと思ったって、あのピッチャーは。じゃあわざと向こうに先取点取りに行ったのかって言ったら、うん、ニコッとしてたけど、うん、多分ねそうだと思う、はあ、クレバーですね、すごいな、多分そうだと思う、それを言うと多分コーチになんであそこ引っ張らないんだって言われると思う、ああなるほど、そういうことか、うん、でも自分で決めに行ってんだよ、そっか、だからもう将来のクリーンアップ一枚は出来上がってるよ、もう前川選手ももちろん入ってくるってことですよね。で、あの前川選手は本当にどこの打順に入っても器用にこなして打つなっていう、その役割っていう、あ、やっぱりね、それはね、流すこともできるし、引っ張りが得意なバッターだからさ、はい、だからそれができるんだよ、どこにでも当てはめていくっていうか、うんうん、まあ、大体左バッターで引っ張れない左バッターはいらないんだよ、はい、いらないって言われるぐらいチームに貢献ができないんだよ、うん、だから引っ張れるバッターじゃないとダメで、もともとは引っ張れるから前があって、うん、だからすごいんだと思う、そうですね、うん、やっぱ速いボールでも引っ張っていけるもんな、対応できるもん、すごいですね、すごい3年目ですごい、だから侍だって言ってる、あ、そうずっと言ってた、まあ、あいつは刀持たせたらボール半分に切るから打席でズバッといくんですね、サッて切るから、なんかその、ね、武士だってずっとおっしゃってた、いやそのぐらいの迫力あるよ多分、将来ってその何番バッター向きなんですか、将来的に、いや4番打たしてもいいよ、あ4番でも、いや打たしてもいいと、それはやっぱり勝負強さも持ってるし、はい、チームに対しての貢献、どういうバッティングをしたらいいかっていうのも分かってるし、うん、まあ、3番タイプが一番いいかな、エンドランもやらせたらうまいんだよ、オープン戦の時、はい、ヒットにはならなかったけど、うん、ショートが動いたの見てショートに打ってるんだよ、ロドリゲスか、はい、あの中日の若い子、はいはい、キューバから来た、はい、あの子がこう逆突かれて横飛びで取ったけど、うん、この身体能力もすごいなと思ったんだけどあれはあそこ狙って打ってるんだ、ゾッとした、ゾッとした、で状況判断がもう瞬時にできるし、でしかもそれが打ててヒットになったり打点ついたりできるってことですもんね、技術も、まあ、吉田正尚みたいになるな、ただ甲子園が邪魔するけどな、あ、まあ、そうですね、浜風がな、風が、だから風がないときは打つと思うけど、うん、風があるときは結構苦しむと思う、あ、そうなんですか、まあでもヒットは打てるよ、うん、まあ、将来的には、まあ、首位打者取るかもな、あ、首位打者打ちそうなの、そうそうそう、年齢的に言うと森下選手だったりと、まあ、近いと思うんですけれども、もちろん右と左でタイプも違うと思うんですけど、まあ、森下選手と前川選手っていうのはもう全然違うタイプのバッターってことですね、全然違う、うん、逆に言えば、うん、他の球団の投手からすると嫌なラインナップが出来上がる、例えば前が3番4番 森下ってなってくると、はい、左と右でも違うのにタイプが全く違うという、うん、だから厄介だ、将来が楽しみですよね、阪神は、まあ今でも楽しみだもんね、そうなんですけども、そうそうそう、ね、ただやっぱり、ね、いいところをピッチャー相手ピッチャーから攻められるということで、あのデッドボールも多かったりとか、これはしょうがないし、うん、まあ、体の強い子だからな多分、うん、だからまあビクともしない、しない、大丈夫、体も強そう、そのうち当てれなくなるよ、当てれなくなる、そのぐらいの気が出てくる、もっと、あ、武士みたいなその気迫というか、そう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 、逆に足元狙って打たれるんじゃないかあたみたいな、そうそうそう、来たみたいな、その時に一緒にあのお立ち台に立った、大竹投手、ちょっとあの、涙の、はいはい、ね、ちょっとヒーローインタビューみたいになりましたけれども、2桁というところで、はいはい、あの涙っていうのも、やっぱ今シーズン、ちょっとあのキャンプであの肩、はいはい、の怪我、まあ、怪我というか、ちょっとあれがあって、出遅れて、周りからも。そう、なかなかこう辛辣なコメントとかファンの声っていうのが、まあ、辛辣っていうのは今年10勝は難しいんじゃないかなとか ね, ね、
まあそういうことだよね。はい、まあそんなこと気にする必要もないのにな。まあそうですね、自分がやって証明すればいいだけの話です。で証明 しましたからね。それが嬉しかったのかね。うん、っていういろんな思いが多分、まあ、詰まってのだったと思うんですけれども、あ、まあ、10勝したからいいやんな。そうですね、泣くことはない。うーん、10勝で満足されたんで困るよね。村上と去年ね、はい、大竹で20勝以上してるわけだから、うん、いやその穴埋めないと、はい、あと2勝3勝って頑張らないとな、泣いてる暇ないよな。そうですね、これからもうチームは優勝へと、ね、向かっていくわけで、またここからクライマックスシリーズも、そして日本シリーズもって考えると、そうだよ、泣いてる暇ないからね、もたもたしてる場合じゃない、うん、そうですよね、うん、次に気持ち切り替えて。いやそうだよ、だから村上が今年何勝かな、5、6勝しかしてないんじゃないの。6勝でしょ、今2人で合わせて16勝でしょ、はい、あと5、6勝足りないから、去年から比べると2人でも5、6勝上げるぐらいのつもりで、もうこっからは、そうそうそう、そしたら結構面白いかもね。いや面白いかもって、俺の予想はちょっとね、もうね、あ、それはあの、うん、ど、まあ、なんかの動画で見ていただいて、まあまあまあ、アレンパみたいにあんまり豊さんもこう口に出さない、もう出さない方がいいかなみたいなそんな感じがする。お前余計なこと言うなって言われるから。そうですね、でもまあ分からないしな、まだな、まだ分からないですよ、まあ、いやだから本当に優勝争い、そしてクライマックスシリーズ争い分からなくなってきて、うん、やっぱり9月阪神の状態がもう上がってきて、今連勝中でありますし、逆に言うと広島が崩れて落ちてきてるっていうのもありますし、まあ、そうだな、広島がこんなに崩れるとは思わなかったけどな。そのちょっと広島 の今の状態なんかの動画も伊藤さんちょっと後ほど撮りたいなと思うので、まあ、はい、まあ、今日はねちょっと阪神の武士前川右京選手を中心に話をさせていただきました。はい、はい。